お迎えした方はいい声のこの方ですはい、えー、お久しぶりですジェイですよろしくお願いしますよろしくお願いします <laughs> よろしくお願いしますいい声ありがとうございますその声を発する鼻並びがまた素晴らしいですよね <laughs> 何の話をしてるか <laughs> いや私っ、ね、て前から思ってたんでジェイさんの鼻並びが良すぎて落ち着かないんですよ本当、えー、ですかここありがとうございます、えー、なんか今日初めて僕ここ来てます初めてじない え何回かこのスタジオ来たことありますかねあのね私もこのスタジオで始めましたなんですよですよねどうすごいんですかちょっと聞いていいですかなんかもう目の前が公演でケゴ公演ですねねみんなおいおーい手振ってありがとうございますさっきちょうどあのねバンドやってるのかなその楽器を持った男女のねねおっみたいな頑張れましたけれど本頑張ってほしいいやでももう j んの後に続くもう ベースキッズがいいろろ出ててきる時代じね。本当にんかこういい見本だか悪い見本だか分かんないんですけどまあでも自分自身もねんかこういつの日かバンドで天下取ってやるみたいな思いを抱いてルナシーを結成してであのメンバーと一緒に上り詰めていったその実体験というかのがあるのでんかこうバンドそうですね楽器を持って歩いてる子たちとか見ると なんかこういつもねこう頑張れよってこうね思ったりするんですよね、はい、うーん,うーんそうですよねでもね、今と昔はまたちょっと事情がね、なんか違うような私の個人的ですね今はね、もう本当にいろんな情報があるので、<ー>難しい時代なのかもしれないですけど、あ帰ってね、でもなんか思うんですけど、今、本当に時代はほそういうロックヒーローっていうか、求めてるんじゃないかなと。うんお 思うんですよね。一、はい、人なんかそういうなんかもう、この世の中をひっくり返すような、インパクトを持った、エネルギーを持ったやつが出てきたら、うん、多分シーン自体、こそーっとひっくり返るんじゃないですかね。ねちょっと音楽業界もそれでまたね、盛り上がればいいですけどね。ねうん よしじゃあそんな今日ェ J さんをお迎えしてますので、はい、まず1曲お届けしますじゃあ、はい、曲紹介をお願いしますはい今日ですね3月22日あのベストアルバム、うんえー、リリースされました、うん、WMF というベストアルバムなんですけどもその中に新曲が1曲入ってます、えー、この曲を聴いてください J で OneReason プりしたのは J で OneReason でしたということで今日はね J さんをお迎えしています引き続きよろしくお願いします あの曲がかかってる間にね心理テストとかもね、よく引き受けてくださって、なんていい人なんだって思した散々な結果になしたいやいやいや、お人柄がね本当に優しいんだよって、会話見えましたけどもねそんな J さんですね、テーマが最近困ってることなんですけど、J さんがなんか困ってることってありますあんまり困ることがないんですけど、なんかあるかなと思ったら、この寒暖差。 季節のね、ちょうど変わり目じゃないですか、着るもんとか困りませああ、困るかもなんか、夜までね、出てるときは、やっぱりその厚手のもの着ていかないと、あれですし、昔、もうこの花見、そろそろシーズンあるじゃないですか、そうですね、花見とか夜とか行ってましたね、若いとき、絶対風邪ひいてるっていうふうそういう時期じゃないですか。そうね日中 めちゃくちゃ T シャツ1枚でもいいんだけど朝と夜は寒いってなってその寒暖差にねちょっと困ってるんですけど全然なんか見てる人がへえみたいな顔してるんですよねね何でしょうこの人たちは多分ねあのいいろろこうカーディガンとか持ってるんですよサッと羽織れたりとかでもありがたいですよこの寒いのにねね集まっていただいてねそうかじゃあ寒暖差ということですね花粉症とか全く困らないんですねそうですねあのよかったよかった花粉症ではないんですけどちょっと鼻炎はあるんですけどね かわい,いそれぐらいは <laughs> 全然いいと思います <laughs> <laughs> じゃあ神田さんいただきました、はい、さあそんなね J さんなんですがえ j 2イ t h ンティー v ニバーサリーベストアルバム 19972017WUMF、えーねはい、今日リリースという,、はい、いうことになります,、はい、すこれがね合法かなねあの C 私が頂い,いてるのは CD ディスク1ディスク2の2枚組のやつなんですけど、はいはい、もうまさにこう わかりやすくパキッと分かれてるっていうところがまずいいですねディスク1にはちょっとアッパーなロックチューンを揃えてディスク2の方にはあのメロディアスなそのミディアムテンポロッカーバラードみたいな曲を集めた2枚組になってますそしてあの新しくちょっと録音したようなこニューボーカルバージョンとかバージョンとかあのベストアルバムって結構やっぱり過去のものを集めた作品になっちゃう。 でしょああそう、まあ、20年ですからね、うん、でなんか自分の、今の自分とはちょっと遠い距離感のものになってしまうことが多くて、はいうん、でも、その20周年で、今、まだ全然渦中だと思ってる人間なので、うん、まあベストアルバム、今の自分にすごい近いベストアルバムを作りたいよなって思ったのが最初だったんですよ、うんはい、であの、絶対新曲も入れたいし、歌い直したり、撮り直したりする曲があってもいいんじゃないかなって。 っ思いながら、その制作を進めてたんですよね。はい、うん。あ、だから、こう、過去があって、今があって、でも、繋がってるからっていう意味。そうですね。もうそうですね。<ー>で、未来に放てるような作品にしたいなっていう感じだったんですけど。ね、はい。昔を、ね、紐解いたら、97年か。とか、私も、めっちゃ。なんや、何やってたの、いうぐらいアホやったんですよ。なんか、こう。そう <laughs>、本当ね。あ、皆さん、ちょっと,と恥ずかしいですけど、でも、そこ、あえー。 もう一回ほら、アルバムを見返すじゃないですけど、あの、昔のプリクラ見ると、うわ、眉毛細みたいな感じなんですけど。でもね、それも自分ですからね。そう。ですねも、結構、眉毛細か。いや、いいけど。多分、このままでは分かったんですけど、でも、曲とかもね、多分二十年あったら。そうですね。いや、ただ、でも、今回、あの、歌い直す作業をしてたんですけど。実は、その、過去、その、消すような作業じゃなかったんですよ。あの、昔にしか歌えない、こう、テンションというか、声って、やっぱり。 今とまたその2時間後も違う、正確に言うと。ね。で、同じようなことってできなくて。で、過去の曲を聞き返してみると、あ、すげこれかっこよくないって思う歌詞が何歌詞もあったんですで、それを消す必要はないじゃないですか。ない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 。だから、それを使うために、わざとその当時と同じように、マイクの距離を、あれ聞いて、こんぐらいかな。口の開き方はこういう感じかなみたいな感じで、撮取り直してたんですよ。で、その、一言だけ使ったりとか。 今のボーカルの中にその昔20年前の声を入れたりとかしてるんですよだからあの撮り直しっていうとあの、ね、そういう感じがするかもしれないですけれど実はなんかその当時に描ききれてなかったこう絵をこうまた描いたっていうか色を濃くしたり線を強くしたりそういうイメージの方が強いんですよねなるほど、うん、すごくわかりやすいんですけどあと ミキでだからあの歌い直してスタジオにゃ入ってるみたいってあ<ー>、まあ、レコード会社の人とかはあ,<ー>あの人一曲歌うのにんでこんな3日も4日もスタジオ入ってるんだろうってうサボってんじゃねえかなって多分。 れ不名誉なことですけど、きちんとね、その間作業はされてたというのが形になってるわけですからね <laughs>、よかった、これ、いろんなとこでもね、喋っていただかないと、多分誤解した方からね、広められると困るんでね、そうですね、ぜひこちらのもう、2枚組になってますので、あと、いろんなバージョン、携帯も。 そうですね,あ,ですかねあのボックスセットとかもあります、うん、はい、はい、ぜひもうね最近は CD をほらもう若い子はダウンロードとかで聞いちゃう世代ですけど私たちからしたらやっぱりこうジャケットとか、ね、そうですね、うん、取っ手に取って、うん 中身見たりとかそういう世代ですもんねなんかこうジャケットもやっぱりこう手に取った人にこの熱をが伝わるようにもう本当に細かいところまであのこだわって作ってるのでぜひ手に取ってもらいたいですね、はい、今日リリースとなっていますそして J20thAniversary ライブツアー 2017WMF は6月17日土曜日会場が福岡ドラム B1 になっています 西日本、0927140159までとなっています、あれですか、もうマイクスタンドは投げるんですか、ベース弾いてるんで、投げれないんですよね、いや、その場所イッチがある、なんかどっかでこっち投げそうやなって思うんですけどあのちょっとあれなんですけど、さっきあのチケットの残りチェックしたら、ものすごいなくて、ああの急いいでくださじゃあもう残りわずかとさせていただきますので、いいですね、そしてですよ、あの5月の29日でした はいそうですね、ルナシーで武道館ライブやりますじゃあ、ツアーの合間ですよねそうですね。で、それもやりつつの、ご自身のうことなんかでも本当にね、僕のツアーとルナシーのライブと、やっぱ2つ、温度感も違けば刺激も違うので、なんかいい感じで、相乗効果ですごい。 時間を過ごせるんじゃないかと思ってますけども。ですね。はい、濃密な時間というとあのほら1月にガンザンドローゼスがやった時に先、はいうん、あの行かれたんですよね。そうそうそう。あのダフベースのダフは、えー、あのねあの友達で日本に来る時に飯でもごうなんて言って、はい、まあ連絡取り合ってたんで、はい、あの行ってきました。はい いいなこういうところがね、なんか、あのお写真も、ね、ツイッター上がってたんですけど、もうね、いい男が2人、2> ねえでもかっこよかったですよかっこいいですね、はい、あのもう負けて、もちろん負けてませんけどね、いやいやいや本当に、素晴らしいライブでした。本当だから、ですぜひね、あのまたちょっと、あのいろいろね、このアルバム聴いたら、ベストアルバム聴いたら、ライブに行きたくなると思うんで、ただ、残りわずかと。 いうことなんでお急ぎください。はい、じゃあ,あのその他の最新情報はおっしゃるホームページやツイッターなどをねぜひチェックしていただいて。じゃあジェイさんあのお別れにメッセージもいただけますか。はい、はいえー。今日ですね。三、うんえー、月二十二日、えー、僕がソロを始めて二十周年二十周年を記念したアルバム、うん、ねベストアルバム w m f がリリースされました。うんえー、本当にね最高に熱いアルバムになっているんで、うん、ぜひ皆さん聞いてやってください。はい。はい、それでは曲紹介お願いします。はい。じゃあその アルバムのディスク2の1曲目を飾ってます。僕も大好きな曲です。この曲を聴いてください。J でアクロスザナイト。今日のゲスト、J さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。